はい、こんにちは、こんばんは。白銀のハトです。今回はオーディールコールで新しくねクエストが2つ追加されたということで、まず奉仕導く迷宮かな、やっていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。明らか大木馬って書いてるから、オデュッセウスが出る高難易度っぽいやつがあるなって思うんですが、まあとりあえず周回の方をメインで見ていこうかなと思います。まず90プラプラの方とりあえず見ていけたらいいなっていう感じかな。でまあパーティー編成として90プラプラ、どんな感じなんだろう、どういう編成かっていうのは全くもって知らないので、ちょっといつも通りシステム軸でやっていこうかなと思います。はい。でまあそれと同時にパーティー編成みたいなのも一つ紹介できたらいいなっていう感じかな。まあ後々また、周回編成の動画は上げていく予定なので、そちらご確認ください。ということで、まず1ターン目、アトランティスの防衛兵だから銀冠がドロップするっぽいね。まあ銀冠に関してはシンプルに嬉しい。まだ俺ね素材集めきっていないので、これが出てきてくれる分にはちょっと嬉しいかなっていう感じ。あー、ただあれだな、バスターね今のところ2枚使っちゃったんで、最終ウェーブ体力がね100万とかになっていると、もしかしたら飛ばせない可能性があるから、ちょっとそこだけが怖い。ここ96万、まあ30万ぐらい平均で出てるんで、ある程度ぶっ飛ばせてますね。で次、あーケルちゃんか、はい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 、ケルベロスですね。ケルベロスに関してなんですが、特攻が刺さんないんでね、これどうしようかな。まあ素直にちょっとバスターチェーンで火力が出てくれるっていうことを祈りながらやりましょう。攻撃力アップと防御力ダウンがあるから、まあまあまあどうにかなると思ってるだけです。いや、思ったよりどうにかならないかもしれない。というので19万、きついね。さすがにクリティカル2回連続したらワンチャンあったか。これバスター性のアップ消えちゃうんで、ちょっとゆったりやっていこうかな。あー、アルクが死ぬ、死なないでくれ。というのでちょっとお茶濁ししましょう。って考えると、3-1最後1なんかな、3-1-1とか3-1-2とかだった場合、まあまあまあって感じはするんですが、どんな感じになるのかね。ここ普通にアルクがちょっと死にそうなんで突破します。ほい、まあいい火力だね。やっぱりクリティカル乗るといい火力出てくれますね。で終わったか、モードが終わったから、あのもうあれさ、モードが切れるの久々に見たんだけど。あ、でテセウスなんだ最後。はい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 。ということは3-1-1編成ですね。3-1-1編成とかだった場合、そこまで難易度的なことを言うと高くなさそうだね。でかつ45万なんで、1ウェーブ目適当に、あけど1ウェーブ目12万ぐらいあったな。まあ有利クラスでちゃちゃっとぶっ飛ばして、でその次ヘラクレスじゃねえわ、あのケルベロスちゃんワンパンして、でテセウスは単品でドンっていう感じだから、全体単体単体みたいな感じのパーティー編成で組めるならばどうにかなりそうだね。まあ水着の名前が出てこない、キャストリアか、あそこら辺で運用できるんだったらそっちで運用しても悪くないかなっていう感じはちょっとします。でここからはもうただただ耐久戦やっていくっていう感じなんで、まあゆっくりやっていくんですが、テセウスが敵で出てくるとは初めてだね。まあ高難易度で出てくるとはっていうのはあったんですが、で90プラプラのドロップが何かどうかなんだよね。確定で銀冠が落としそうな気するんだよな。銀冠とコンペイトーのドロップっていう感じがするんだけど、コンペイトーが確定じゃない分ちょっとそこの分きついね。まあ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 いいかっていうのはあったりはするんですが、でここでとりあえず帰ってきた。はい、バフってバフってバフって、アルクウェイド死なないでくれよという願いがあるんだけど、ワンチャン死にそう。てか普通にレイジ切ればよかったじゃん。なんで俺レイジ切らなかったんだろうね。というのをいろいろ言いつつ、連続で攻撃されたら非常にまずいということで、あーそっちがやられる分にはいいんだけど、2分の1キャンペーン危ねー、セーフでした。はい、よかったです。で、メカエリちゃんが出てきたんですけど、メカエリちゃん本当になんとなく出てきただけなんだよな。まずいなーこれ、地味に地味に負けそうなんだけど、防具は打ってこないからこれで殴ろう。
で、なぜか知らないけどアルクのコマンドが1個もないんだよね。で、皆さん90プラプラとかね、もし初見で挑む場合はちゃんとしたパーティー編成で行くことをお勧めいたします。はい、こんな適当なパーティー編成で行くとね、地獄を見たりとかするんで、普通にバーサーカーとか持ってくるっていうことを、やった方がいいかなと思います。はい、レイジ切りましょう。もうコマンド運悪いし、アルクに一切攻撃いかんし、なんやねんって感じやわ。いや、まあしゃあないんだけどね、しゃあないから別にいいんだけどさ、まあとりあえずこれで多分 B チェーンで飛ばすことができると思うので、 B チェーンでそのまま突破してもらいます。はい、というのでね、90プラプラの方を見てきたんですが、こんな感じです。編成的なことを言うと311編成なんで、そんなに難しくはなさそうかなっていう感じかな。ちょっとパーティー編成1個だけ紹介しておくか、いやどうしようかな、まあどうせだったらもう一つのクエスト見たいなと思うので、もう一つの方見に行きますか。90スターの方でね、新しい高難易度があるんですが、これは別の動画として先にこっちの周回編成を軽く紹介しておきましょう。ということでパーティー編成考えてきたんですが、もうえぐいですね。やっていきましょう。で、一応3ターンなのがね、だるいんだよね。まあ4ターン攻略とかだった場合、黒聖杯使わずにいいなとか思ったんですが、まあ基本はこのパーティー編成が安定かなと思ったんで、こちらで運用しております。はい、というので、とりあえずオーダーチェンジしつつバフっていきましょう。で、ここに関してなんですが、 20%20% 圧制のアップ打って、 NP 獲得量アップは打っていい、攻撃力アップも打っていいということで、どうしよう。第3スキルに関しては切る必要があんまりないので、そのまま宝具打って突破していきます。ただちょっとバーサーカーだけがね、少し怖いんですが、まあなんとかなるでしょう。で、モルガンに関しては、まあ宝具レベルが高いの前提になるかなっていう感じ。まあ1ウェブ目さえさ、どうにかできればいいっていうのがあるので、まあここ人の特攻を活かしながらうまいこと突破していくという感じです。そして次のターンなんですが、普通にぶん殴っていきましょう。アルトリアに関しては特攻が刺さってくれるはず。ケルベロスが神聖持っていた。持ってねえわ。特攻が刺さらないんですが、黒聖杯運用しているということで、アーツバフ1回分でどうにかなると思う。それ込みでやっているんですが、どうですか？あ、余裕でいきましたね。はい。というので突破していきます。で、31% リチャージしたんですが、ここは、第1スキルの 50% と 20% チャージ、決戦強化を入れてあげて突破していきましょう。まあクリティカルうまいこと生かすならば2ウェーブ目どうにかなるかもしれない。ただまあやっぱパーティー編成で3ターン周回しようと思うと、黒戦杯運用がないと基本宝具の火力が足りなくて詰むっていう感じになるので、そこだけが注意必要かなと思います。ということで、90プラプラのパーティー編成の紹介と、初見で挑んでみたという動画でした。で、これ以降90スターの動画はこの後に投稿されると思いますので、気になる方はそちら確認してもらえれば幸いです。コメント欄の方にね、更新次第 URL 貼っておきますので、そちらご確認ください。以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。参考になったよって方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それじゃあバイバイ。Thank you.